はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はこちら千葉県の南房総の方に来ております。見てください皆さん、海目の前、絶景のロケーションでございます。こちらの方ではですね、海産物もちろん海目の前ですんで名産となっておりますけど、本日はラーメンを食べに来ました。千葉のラーメンといえばですね、ご当地ラーメンと言われるものが3種類ございます。勝浦担々麺、アリランラーメン、そして竹岡式ラーメンと、今回はこの千葉県三大ラーメンの一つ竹岡式ラーメンを食べに来ております。竹岡式といえば、大食いの方がねよく行かれる柏にあるさくなさん、これね、まあ厳密に言えば竹岡式ではないんですけれども、ネオ竹岡式ということで、もう最近はね YouTube でも大食いの方こぞって行っておりまして、人気店ではございますが、今日はそのさくなさんのご両親がやられているお店、こちらでございますね。恵比寿屋さんというラーメン屋さんに来ております。こちらのお店さん、いろいろとすごいところがあるんですけれども、詳細は後ほど。早速お店に入って美味しいラーメン食べていこうと思います。行こう。はい、ということで、ただいまこちらですね、恵比寿屋さんの店内に入っております。まずね、1杯目に注文してありますのが、こちらの代名詞のラーメン、竹岡式ラーメン。このお店で言うところのこちら、黒ですね。で、ちょっとね、皆様竹岡式ラーメンとは何ぞやって方多いと思うんですけれども、このラーメンの特徴として通常のラーメンとは違ってですね、まず醤油のタレ、これはチャーシューを作った時にできる煮汁ですね。で、そのタレにですね、麺を茹でる際に使う茹で汁で割って、で、しかも麺は生麺ではなくて乾麺を使うと、こういったね特徴があるラーメンなんですけれども、いわゆるその竹岡式もちろんございますが、こちらのお店には乾麺だけではなくて生麺もございまして、今回はですね、僕も大食いですから両方食べ比べてみて、皆様にね味をお伝えできればと思っております。で、その黒だけではなくて、金という鶏ガラを使ったチンタン系のラーメンも販売しておりまして、そちらもね合わせて今日は食べていこうと思います。ありがとうございます。うわー、美味しそう。ということでですね、ただいま1杯目到着しました。こちらが竹岡式ラーメン黒の通常のラーメンでございますね。これも見た目がたまんないですね。ちょっとね、乾麺を使ってますんで伸びやすいためにちょっと出来たてを早速いただきたいと思います。もう香りがいいわ。このね、豚の脂の香りがもう立ってますけど、いただきます。うまっ。いいわ、めっちゃうまいわ。竹岡式ラーメン食べたことある方だったらわかると思うんですけど、結構ねやっぱり普通のスープを使わずに茹で汁とかを使ったりするので、こうあっさりというかシンプルめなものが多いんですけど、このラーメンね全然違うわ。一口目からこのチャーシューというか豚の旨味がね飛び込んでくるんだけど、でそこにこのちょっと香ばしいというか甘くていい醤油の香り、めちゃくちゃうまいです。この早速麺ですよ。これやばいな。この醤油の色に染まった麺、いいですね。いただきます。米だこれは。これは米だ。うまい。このやっぱ竹岡式のこの乾麺を使ってると、通常の生麺と違ってね、スープの吸い込みがとにかくいいんですよ。いわゆるその生麺でいうところのスープが絡むんじゃなくて、もう麺にねスープが染み込んでるの。これがね、この出汁の豚の脂の旨味と米が進むわ。こうですよ、これなんですよ。どう、うまそうでしょ。うお、ちょっと今回これ1杯目で通常のラーメンでいただいてるんですよ。あのチャーシュー麺じゃないんですけど、このチャーシューね厚切りなんですけど、並盛りで3杯、お値段900円だからね、めちゃくちゃお得ですよ。チャーシューと米でね、うまっ。今日川崎からアクアラインを越えてね、海越えました。海越えてよかった。めちゃくちゃうまいわ。
うまいな。またこの刻み玉ねぎが合う。今回ね、ラーメン通常の並盛りでいただいてますけど、もちろんライスセットで。ダメだ、あの食欲が止まんないです。これめちゃくちゃうまい。海苔とチャーシューか贅沢だなこれ。ダメだ、止まんないな。でもこの恵比寿屋さんのスープももちろん独特なんですけど、麺特徴的ですね。これ乾麺って僕他のところで食べるともうちょっとこうコシがないというか、で油臭さもねラーメンにあえるとあるんですけど、油臭い感じも少ないし、何より乾麺と思えないぐらいプリプリ感が残ってるんですよ。川崎に今住んでるんで高速1本で千葉行けますから、千葉このご当地三大ラーメンよく食べに行ったりはするんですけど、ちょっとと初体験かもしれない。この竹岡式ラーメンってねシンプルだから、お店によってそんな違いないだろうとか結構感じてる方も多いと思うんですけど、ちょっと本当に違うので、多分ね慣れてる方でも感動すると思います。でも今追加でチャーハン頼みましたけど、この音いいね。またこの町の中華屋さんというかラーメン屋さんらしいこの鍋の音とかね、これがまた味の醍醐味なんですよね。いやもうこんなね心地いい音聞いたら一杯目もあっという間ですよ。ということで、ただいまこんな感じで1杯目しっかりと完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、もう多分ですね音を聞いてると2杯目チャーハンともう出来上がってると思いますので、この後もね出来たての生麺の黒楽しんでいきたいと思います。うわーすごい、ありがとうございます。ちょっと待って、さっきの並盛りと比べると丼が2倍近くでかいんですがすごいなこれ。以前さくなさんで僕もね思いの方いただいた時に、このスープがこぼれんばかりのねいっぱいの量できましたけど、こちらも見てこれ、こんなにね丼でかいのに縁までスープいっぱい本日ですね2杯目にいただきますのが、先ほどの黒の竹岡式ラーメンのスペシャルラーメンという、全部のせにしかも麺が大盛りとなった、で今回は生麺でね注文させていただきました。それ以外にももちろんこれねチャーハンを注文してありますので、じゃあ早速ですねこの2杯目のラーメンをいただきたいと思います。生麺になったら実際ねどんだけ変わるかってところなんですけど、早速ちょっと麺いっちゃいますか。うわうまそうこれ。あーまたこっちもいいな。やっぱさっきは乾麺だから比較的縮れてましたけど、ちょっとストレートめの中太麺ですね。いただきます。うまー。やっぱさっきの乾麺はこう吸ってる感じ、スープを吸ってる感じだったんだけど、このストレートめのね麺なのでしっかりとこのスープが麺と麺の間に絡みついてるというか、持ち上げがすごいよ。うまい。うまいし全然味の感じ方が違いますわ。やっぱねこっちの方がこの上澄みの油っていうのかな、そこの部分をしっかりと持ち上げてくれるんで、小麦の風味も相まってなんか甘みが強いというか、どっちも捨てがたいなこれはもうちょっとね欲を言えばどっちも食べてほしいぐらい、スープというかこのねベースの作り方は同じなんですけど、麺が変わるだけでね全然良さが変わりますね。じゃあちょっとこの辺りでチャーハンですよ。でもううまそう。ああいい香りで。
いい香りします。ちょっといただきます。あーうまい。あー一番好きなやつだ。しっかりとしっとりしてるんですけど、でもお米がねほぐれていくのよ、しっかりと。うん、うまいな。でまたしっかりとこのお肉のうまみがお米に移ってるわ。うまっ。とこれはねこうだと思いますよ。間違いないなこれ。うん、まちょっと本気出してもいいですか。体が温まってまいりました。今回スペシャルになっているのでチャーシューももちろん増されてるんですけど、このお肉が増えることによってこのスープ自体もね油が増えますので、チャーハン浸した時にこの油が一気にねお米とお米の間に流れ込んできて最高。お腹余裕がない方はですね、半チャーハン等も商品にありますので、ぜひねそちらでお試しいただければと思いますけれども、これうまいですよ。たまらんね。うまいな。いやーもう結局ねこの具材をこれをさこう全部こうよこれよ。チャーハンにかかってる胡椒の風味がこのスープとものすごく合いますね。今ねこう体感ちょっと食べてみてるとシンプルに結構増えてるなと思って、お店の方に聞いたら大盛りになると 1.5 倍とかではなくて純粋に2玉かける2倍に増えるそうなので、注文される方はねしっかりとお腹と相談していただいてね、食べていただければと思いますけれども、ラーメンが900円で大盛りが150円なので1000円ちょっとで丸々2玉これ腹いっぱい食べれるんだったらかなりねお得だと思う。これ今日はね、もちろんカメラマンは前チンということなんですけども、ロケ風なのでね、喋んなくていいって言ってるんですけど、カメラの向きでいいから、今、食べたくなってるか、食べたくなってないか、はいかいいえで答えて。どう？今食べたい。あ、食べたい、食べたい。そうだよね。これ見てたら食べたくなるよね。めちゃくちゃうまいもんな。ここね、お店あるところが南房総っていうところで、千葉で言うと外房の、一番外側になるんですけど、実際ね、僕川崎からアクアラインを経由してきたら1時間半かかるかかかんないかぐらいかな。結構都内の方のイメージってその房総半島の方って遠いってイメージ持たれる方多いと思うんですけども、実際車で来てみるとそんなに時間がかからずにね、でしかも海が見れて観光もできるすごくね素敵な場所なので、ぜひこのラーメンを食べに来るがてらね海見ながら観光してもらって、このね千葉を楽しんでいただければ一番いい思い出になるんじゃないかなと思います。ですよね、はい。うん、やばい。そしたら2杯目最後の具材ですね、味玉で締めさせていただきます。うん、あ、ちょっと待って、この味玉割って見せたらよかった。めっちゃトロコトロだわ。最後いただくね3杯目ももちろん味玉付きの特製で注文してますので、最後ね皆様にそのトロトロの味玉をお見せします。ひとまず2杯目ごちそうさまでした。うん、ということでですね、本日いただきます最後のラーメンでございますね。鶏ガラ醤油の金ということで、今回はですね、特製のトッピングでいただいております。こちらの恵比寿屋さんのチャーシューは黒と金で違うようでして、この特製で注文しますと、この金にはこのね、黒と金1枚ずつ2種類チャーシューが載っております。じゃあ早速ね、最後、いただきます。うわぁ、
この金の方は鶏ガラみたいですけど、背脂も入ってるのか。うまっ、うまっ。パッと見た時、今商品名も鶏ガラですし、見た目もね、背脂入ってますけど、こうあっさりとしたチンタンなのかなと思ったら、もう一口目からニンニクの風味で鶏ガラの甘み、背脂の甘みがグッと入ってくるね。あ、こんなにこの違うんですね、方向性が。ラーメンの美味しい。やっぱり、ね、竹岡式の方であれば、こう醤油の香りで豚のね、油の甘みだったりとか、そういった部分が前面に来るんですけど、これはね、だしにプラスそのニンニクのパンチっていうのかな。あー、でもね、やっぱね、優しさはあるので、どんどん吸っちゃうわ。うまっ。いやー、じゃあちょっとこれ早速麺いっちゃいますか。うわー、香りがめちゃくちゃいいな。もう湯気がね、このニンニクの香りも相まってね、すっごい食欲そそる。いただきます。うん、うまい、うまいな。今回ね、あの紹介の動画なのにもかかわらず、皆さんとりあえずここに来たらこれ食べてくださいって選べない。あのね、全部好きだわ。うまっ。またこのニンニクの風味に青ネギのこのさっぱり感が合うわ。バランスがめちゃくちゃいいです。この油感と、でこのネギのね、清涼感と、で背脂も入ってるからね、よりガツンと感もあって、パンチがあるんだけどね、やっぱスルスルいけちゃうね。ちょっとこれチャーシューまた巻いて。ああ、うん、肉が溶けるわ。箸で持っただけでもうちょっとほぐれちゃってるぐらい。すっごいトロトロよこれ。うわ、これたまらんでしょう。うまっ。厚切りなのにね、でしかも脂身も多いのに全然臭みがないのよ。うまみがすごい。今日のロケめっちゃ楽しい。うん、うまい。この実はこの太切りの角切りメンマもね、いい迷惑役なのよ。コリコリ食感がね、たまんないですね。なんな、あのこんだけ太くても、いわゆるメンマの筋っていう部分っていうか、噛み切れない部分出てくるのも多いんですけど、ここはね全くないです。コリコリ食感はしっかり残ってますけど、こう口の中でほぐれるというか。うわー、ちょっとあっち見てもらっていい？冷蔵庫にはね、札幌黒ラベルがあるんですよ。このメンマと黒ラベル最高。もうね、なんだかんだ本日のラストの具材ですから、最後この味玉割って皆様にトロトロ加減お見せしたいと思います。うわ、もう、うわ、溢れてる溢れてる、すごい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 。うわー、よ、ちょっとやばいな、これめちゃくちゃうまそうだね。いや、本日こちら最後の具材ですね。うん、でもね、ごちそうさまでした。はい、ということでですね、僕ら大食いは最近よく YouTuber さんお世話になっております、柏にあるさくなさんの大元といいますか、
今はご両親がやられているこちら恵比寿屋さんで、本日は提供しているですねメニュー2種類ではあるんですけど、麺を変えつつ3杯合計でいただきました。ね、正直なことを言うとめちゃくちゃ衝撃を受けております。いわゆるね、地方のご当地ラーメンっていうのはシンプルなものが多くて、これでいいんだよみたいなこう優しいものが多い中で、ここのラーメンはですねかなりこうパンチがあるというか、味のね深みがすごく強いんですよ。この一杯の中にも満足感が詰まってる美味しいラーメンでした。ぜひね、本当にこの千葉遊びに来る際には海を眺めながらこの美味しいラーメンですね、いい思い出作っていただければと思います。またですね、今日いただいておりませんけれども、茶という、味噌ベースのラーメンが1日5食ほどかな、日々ね前後するとは思うんですけれども、限定販売等もしております。気になる方はですね早い時間に来ていただいて、そちらのラーメンもいただきつつ、もちろん黒も金も食べていただいてね、こちら恵比寿屋さんを、ご堪能してみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近のサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。